待望のドラキュラシリーズに最新作が登場。それがヴァンパイアキラーだ。このヴァンパイアキラーで選べるキャラは無知使いのジョニーと槍の名手エリックの2人。ただし選んだキャラによって途中通るルートが変化するから、一度攻略してもまた違った楽しみ方もできる。ヨーロッパの旧石名所がおどろおどろしく登場するヴァンパイアキラーは7800円で3月18日発売予定です。